新車のセッティングから始まったメンテナンスもいよいよ最終章。第3巻では現代トライアル最大の武器、前後のサスペンションとクラッチをあくまで特殊工具を使わず整備します。そしてメンテナンスに一番必要なあのこともついに明らかに。小川智之と三谷智明の実践マシンメンテナンス全3巻ついに完結です。